富の工事家は、藤原北家石家二条書流の道場家。価格は、繁華。極意は、正二位。家業は、和歌、徘徊、移動、移業。富の工事の名は、二条墓人の苦行、小倉実のが富の工事と合したことに、始まり、永忍二年に、実のの次男、高治の生誕後は、高治が富の工事を名乗る。小倉家の着流は、 ミノル教から着男である末尾末へ、末尾から、その長男のミエンへと後を継ぐが、ミエンに後目がなく、ミエンの後はミノル教の三男、末永が継いだ。しかし、末永にも死死がおらず、ミノル教は、次男の富野公二公治を、小倉家の後目にした。以後、小倉家は、公治の子孫が着流となり、大を繋いだ。小倉ミノルは、娘婿であるや、新 そのいとこである関白、十一位の二条道平、またこの江本氏らと、この時代に、三義や歌合わせを通じた講義があった。甲治が、小倉家の後目を継いだ後に、五代五朝で関白となった、この江本氏の時、二条道平と、西海菊池所との間にできた、諸子道直をしっそに、繁華富の孔寺家が創立された。そもそも二条家は藤原北家の九条流にかかる、 由緒ある家であり、初流の富の孔子家も後の世に、公家、苦行として、代を重ねた。富の孔子道直の後は、次男通詞が継いだ。通詞の後は、志士がいないことから、道直の長男通足が、通詞の後を継ぎ、その後を、通足の着男永足、永足から永足の着男永足、そして長足か,から、長足の着男即死、乗りから、 のり氏の着難道春へと代を重ねた。道春の代には着手がおらず、のり氏の次男通り喜びの子であると道ちが道春の勇士として後を継いだが、後に利道ちは第五源氏流の久し人の勇士となり、これが利道ちの出自に疑義をもたらすことになった。利道ちの父である通り喜びは、兄の岩見守る道春をさておいて、自らも岩見守る通り喜びと名乗り、 ケで広い人脈を築き、九条家の家主として、また、医師として活躍し、名を馳せた。この、道春の時代に、通り喜びと利道の言動は、お家騒動の元となり、このため利道は、久し人の勇士になったようである。この頃は、応人の乱でケは、戦火の中にあり、共に、性質の子である道春と通り喜び、その兄弟姉妹は離散、弟の二名は、 出家、女子二名の行方は定かでない。しかし、文紀三年、通り喜びの子、道春の勇士である利道は、十三味に除せられ、九条家の家目筆頭格家人、文人、偉人として名を馳せた。利道の嫡男である、しじ家も、十三味を除せられる。天文四年に、しじ家が没すると、しじ家の嫡男、宇治直が後目を、 宇治直の後、宇治直の着南主治家が継ぐが、宇治直はは四に位下、主治家は十四上が極くらいであった。種子家の着南秀直は、豊臣秀吉、千里九らと、かかや茶会を通じた葬式があり、田辺城の戦いでは老城する、細川雄才の救出に、御用税天皇の直命を受けて、豊臣側と交渉を行うなど、戦国の世に公家として、また過人、 偉人として働き、慶長18年には、13味に除せられている。秀直の着難領事家は、自明院元寺と共に、大阪の陣で討ち死にしたため、秀直の後は、自明院元寺の四男、頼直を勇士として、後を継いだ。頼直の大の元の7年、秀直の皇居をもって、道直に源流を持つ二条書流の男系男子による、継承を与えた。頼直は、 明暦2年に13位、よりの着難英帝は、元禄14年に肖像くらい、英忠氏の着難帝忠氏は、法英5年に13位を除せられる。帝忠氏に死がないことから、英忠氏の弟にあたる年直の長男、重直を養子として、家督を継いだ。重直の後は、着難宗除家が、宗除家の後は、着難四事家が後を継いだ。重直は、 原文2年に13位、総除科は天命2年に正2位、与えただしは今日は2年に12位を除する。与えただしの後は養子に迎えた藤原千条の子、佐田直が後を継ぐ。その後、両直に着難となる定時が誕生し、佐田直の後を定随が継いだ。ところが、定随の第に、後取り方へ、佐田直の子、正直を養子にして、 後を継いだ。佐田直は、完成十一年に肖像くらい、亭下川、文政七年に肖像くらい。そして、正直は、文旧三年に、正二へ除せられている。正直の後は、着男、英正氏、英正氏の後は、着男。慶治家、高清治家の後は、着男。知事会と大を重ねた。英正氏、高清治家は、正四位下明治二年の大上官たちで発せられた。 家族制で、高志家は、明治十七年に、死者知次家は、明治二十五年に、死者劉忠氏は、明治三十二年に死者をそれぞれ除せられた。家人富野孔子貞子は、劉忠氏の娘である。劉忠氏には、子死がなく、三室と高志公の次男文公を養子にして、後を継いだ。平成二年文公の皇居をもって、富野孔子家の着流は断絶した。 富の浩二家の家業は、医業、医道、家道である。文人、医人として、生計を立てていた。移動は、道直が、おじの里氏通りから、伝移術を受け継ぎ、後に送電したようである。医業について、古書での所見は、富の浩二即死の次男通り喜びである。通り喜びの着難、としは、通り喜びと親子で医療に携わっていた。 都市道の着南四字家、四字家の着南宇治を、そして主字家の着南秀直など、代々において、公家、区業であり、医師として、医業に携わり、また、文人、家人として、賞を残している。富野光事期代々の制約である、歩道園は、天南2年には、すでに、山城国で広く用いられており、数十粒が一匹程度で、売買されていたようである。家道においては、 二条八門の歌人であり、道なお、年道、四字家、佐田なお、寄りななど近代まで、代々が、稼道に秀、歴代にわたり、数々の和歌や注釈書を残している。また、主字家、秀なお、寄りは、佐道の足並みも持ち合わせていたようである。戦国時代の文紀三年九条家への初代部であった、富の幸寺年道が、石貫家の二条家への所流を称する形で、 十三味に登ったことから始まる。年道の子である、しじ家が、十三位となり、昇殿を許されて、以後、同情家の一員となる。天文四年に、しじ家が没すると、戦国時代の後期から安土桃山時代にかけて、苦行を出せずに終わるが、江戸時代に入ると、慶長十八年秀直が、十三味に除せられ、二代ぶりに苦行に登った。江戸時代後期には掃除家、正直が、 正二位に除せられている。江戸時代の家録は二百国。居所は中筋東側で、母大所は松林院。明治維新後は高志寺家が死者区に除せられた。富野子寺家、寺明院元寺の子、伏原千条の子、三室戸高志公の子、李猿、佐賀高勝地の子。国立歴史民俗博物館の旧高給料取調べ帳データベースより算出した。 幕末期の富の工事計量は以下の通り。ありがとうございます。